龍介の駄菓子屋さん好きやな夏祭りとか回転まあまあ、いろいろ今後のことも考えて今後のことうんやっぱ芸人なんか副業とかもいろいろやってやるから俺なんかちょっと思ってたから祐介の駄菓子屋さんええなと思ってちょっと今日はリハというかね3はいダイヤの You and Jeff 上手かったダイヤの You and Tube ちょっとねもうそういうなんか遠足とか行楽の時期やから、うん、まあおやつまあちょっとルール決めさせてもらってどういうこと1人200円までで、このねラインナップからチョイスしてもらって選ぶわけや、まあ、どういうチョイスしたかをちょっと見てみようじゃないか200円まで200円安ない200円今300円ぐらいじゃん、まああえてやっぱりその高価なあんまり置いてないよ結構安めのやつやから、200円で300円じゃんいやいやそれは200円ですけどユースケの駄菓子屋さんやからそれ300円でよくないあんま結構高いやつはほんまに省いてんねんほんま、うん、だから300円しようやいやそれでどう変わんねんちょっとほんまに安いやつやねだから逆に300円にしたらあとで後悔するなるほど多すぎてもうなんかむちゃくちゃなってるやんってあそうむちゃくちゃなる時ある200円200円ちょっとやってみるか、うん、でもう分からんように俺がやんの分からんようにしてどういうこと分からんの難しい、ね、これ選ぶわとかじゃなくて後でちょっと発表みたいなでどこ行ってたらいいやんお互い、うん、俺見てるからちゃんと何の意味が見てるから俺もな同時に選ぶから何の意味があるんですか俺のカゴは1個しかない1個しかないほんならちょっと手持ちでいやいや細かい俺ちょっとどうしようかちょっとこっちが分かったってことお互いになんとなく 見んようにしつつああこれなんぼって分からんこっち裏に貼ってたりしますあ裏が貼ってんねご自身でああ書いてあれこれはこれあれ結構高いいやあ書いてあんねあほんま20って書いてあるこれはこれ結構高い。いや。って これか。あれじゃ、あ全部貼ってないか。これ何？これ20円。80円とかだったら80円か結構高いな80円結構高いけど、うん、え200円ゆうすけさんが言ってたこれめちゃくちゃ高級やくそ昔買ってたやつとかも結構ありますえあるある10円これ10円やんのこれ20円あ、これ20円これはそれが40円110円110、120円のこれが40160円あと40円60の100円これで100円あと100円いけるうん120円のこれが40円なるほどなこれ高いねんなあこれあんま好きじゃないあ、そうなんあんま好きじゃないこれ懐かしいですこれ懐かしいこれいくらあ、これ20円今甘い系とかを買ってました、ね、あ、甘い系も好きやしこれ10円50円あ、こっちの方が安い OK、できたビッグカツ2種類あって、うん、どっちでした俺決まったでじゃどうしようかなこっちの方が高かったほんなら、あ、オッケー決まった決まったじゃあ、お二人向こうでやっば食べるのは食べるの向こうですかあ食べる、バス向こうお前食べるのえ、そっかもういいやん
補助席ちょ出してこや補助席のお前ここやったらいいやちょっといくつ出していこや。え、何から出していくってこと。高いやつから出していく。ああ、エースから。エース、エース、エース。俺、ボンターメン。それはなんて好きだよ。ボンタン大好き。50円。これ一気にいったよ。俺ビッグカツ。俺ビッグカツさ、中身分からんくない。どういうこと。中身が何か分からへんね、ビッグカツって。カツの中で衣しか食べてへん感じするからさ。魚、魚ちゃうかったっけ。スリミ、なんかそう魚のスリミ。確かにお前とこかとんかつこれやったけど。それ俺の俺の連れが言ってたやつや。とんかつ食べてって言って聞いたらビッグカツやって。小学校の時。でこれやな、ココアシガイ。これも最高。絶対ね、これ大好きや。タバコ吸ってるふりしてた。ずっと高校の時もこれなんか吸ってる。これバスでタバコ吸ってるふりしてさ。あのチョコでしたー。補助席でな。チョコでしたーってやる。あれ迷惑やって。俺はもうこれやっぱヤングドーナツ。もうこれドーナツやったから、あの結構衝撃やったよ。ドーナツ売ってるやんって。ほんでもう外れ。ね、今でもうまい。今もうまい。今あんま食わない。俺キャベツだろ。もう間違いない。持ってるやろキャベツだろ。ヒロ見たら分かってる。これはもう昔からのやつ。これはもうめっちゃ美味しいやつ。キャベツ太郎。キャベツ太郎はもう、まあ大体みんな買う。絶対いるよ。キャベツ太郎。で俺もうカルパス。ちょっとちっちゃい。これをな、一気に食うんじゃなくてチミチミ食べる。汚い食べ方なあの。汚い食べ方。ちょっとずつ。ほんまにな、歯の先に乗るか乗らへんくらい。すごい汚い食べ方。こそげてこそげて問題になってたもんな、何回か中学の時。全校集会で。俺やっぱうまい棒でチーズ、チーズ味。いやいや、やっぱり俺もうまい棒外されへん。俺はもうコンポタ、1位の中の1位。これってコンポタって、この間の駄菓子屋で駄菓子屋ランキング1位の中の、しかもコンポタジャズ、これ1位。あずって言ってる。この間なんかそういうの当てるちょっとロケやって駄菓子屋行ったんやけど、俺はすぐ撮ったんやけど、俺ずっとなんかモジモジしてる。それ長い。もうだからあのうまい棒の前でモジモジしてる。もうコンポタジュでええやんって言ったら、これが1位やった。後押しね。コンポタに日本やねな。もう俺コンポタ大好きやから。でも味がちょっと変えたいから、間にこれ挟ましてくれ。明太味コンポタ、明太コンポタで締めさせてくれ。これ俺もう締めんの。いえ、コンポタ明太コン、このうまい棒シーズンをな。シーズン、うまい棒シーズン。そシリーズって言いたかったの。そのシーズンってどう、大変やでもずっとそれ。それ締めさせて。須田子さん太郎。ああ。これやっぱりあのいろんなシリーズ。大人製品。出てて、あのいやでも子供の時こんな種類なかったけど、これ系買ってたんよ。よっちゃいかとか。あと、俺。ああ。俺もそれ迷ったけどな。ラムネ。ちょっともう子供これ設定なり小学生。俺めちゃくちゃ小学生。これはなんかもう嬉しかったやん。コーラ飲んでるみたい。ちっちゃすぎてる。このちコーラ、コーラ飲んだらええやんって思うけど。よう見たらコーラの全然ちゃうからな。そうそう。うん、で俺最後これやったあめ。間違いないな。やったあめ。当たり付き。あれベビースターみたいな。そうそうそう。裏向けたらもう当たりもあんねん。もうその2回おいしいの。当たるとか。そうそう、当たったら。でもさ、少なすぎ。これが最後の最後に効くね。最後最後なんかこれ見つかりにくいわけよ、袋の中でさ。あーもう全部食べてもらえて。やったね、やった、やったー。少なすぎる。これほら外れ。見て。外れ。残念。でこれ食べ。今いいで。これ一個一個食べる。
めちゃめちゃ時間かかるやん。ザーっていかへん。一個ずつ。一個ずつ。何それ一歩ずつ食うね。ちょっとずつ食べる、うん。これが美味しい。うん、美味しい。最高。俺はやっぱり味カレー。タンパクすぎへん味。まあでも子供の時とかはこれぐらいで、あの、でもそれは思うやろ。深みなくないこの感じ。それ大人として考えたらそれ全部やで、ね、お前がそれ食ってんの。深みちょっと足りんけど、いやこれに深みなんかいらんのよ。ヤマトの味カレー。味カレーって何やねん、名前。名前何やねん、味カレーって。一瞬エア冗談ワンなん冗談ワンがなんか味カレー出してるって一瞬思う。なんで冗談が味カレー出してるんで、こうやってな。え、これ思ってたん違う。あ、これこれ、あ、でもございます。うわー、もう全部折れてるやん。腹立つわ。で、俺思ってたやつちゃうかった。もっと俺ほんまのタバコやったやん。髪巻いてるやつやろ。そうそう、あれや思った。あ、これめっちゃ綺麗ね、絶対俺。あ、色もちょっとコーラの色やん。うん、美味しい。あ、出過ぎた。美味しい。こうやってな、学校の先生にこれタバコちゃいますよーってってやってやってたよな。味カレー、ほんでボンタン味、ボンタン味、ボンタン味。このうわ、見て見て、この、これどうやって食べるか知ってる。めちゃくちゃうまい。見て、柔らかいね、ボンタン麺ってめちゃくちゃ柔らかいの。見て、めっちゃくちゃ柔らかいの、ほんまに。わかるでしょ。で、このね、ようあんなん買うわ。今の若い頃はこれ、向こうとすんだよ。おばあちゃんこれ違うんですよ。こう回ったんですよ。おえー知ってるわ、それ。あの、オブラート。よいで、オブラートに包むって言うでしょ。これのことなんですよ、皆さん。オブラートって。あいつ絶対おばあちゃんと住んでる。何かをオブラートに包むっていう時のオブラートはこれですよ、皆さん。お薬とかね、昔これ入れて飲んでましたけども、これボンタンメンにはついてますよ、オブラート。ぜひ、覚えておいてください。うずきみたいな。うん、柔らかいのよ。お互いにこれも俺食べてたっていう感じなんですか。例えばボンタン飴、ユースケさん俺は食べへん。なんで？俺なんかそれ系あんま好きじゃないねん。なん、何これだ、要はあれやろ、ソフトキャンディ系や。そうそう、ソフトキャンディ。俺それ苦手やってん。苦手って。お前ソフトキャンディとかはやめとけって言われてたから。なんでやめとけって。俺はやっぱこうスナック系やっぱ好きやった。あ、ボンタン飴懐かしいわ。すぐ甘さ控えめやねん。やっぱキャベツ太郎はやっぱりもう外されへんな。これはもう匂いがいなけた時の。これソースやん。そうやねん。正直味的に言うたらソースソース、俺あんま好きな味じゃないよ、うん、ソース味やから。でもうまいね、うん、なんでな。ほんま不思議。うまっ。俺ソースあんま好きじゃけどこれめっちゃうまいね。なんやねん、そのソースあんま知らんけどっていうの。知らんけどって言ってるか、好きじゃないけどって言ってね。知らんけどって言ってる。ソースは知ってる。でも俺でもほんま子供の時マルポチャ、マルポチャやった。マルポチャってずっと言ってるけど、ないね、そんな。あって、あんねん。しゃマルポチャやって。俺マルポチャずっと買ってたやん。このキャベツ太郎ね、おいしい。今急にキャベツ太郎出てきた。ほんまね、マルポチャっていうのが同じような。マルポチャこういう形状の、ほんまこういうお菓子。ずっとマルポチャマルポチャ。この辺はすごい味似てるやん、正直。似てる。ちょっと変わるな、これ。うん、大事。ほんまに美味しいわ。俺マジで50円ぐらいだってもう俺普通に買うもん。まあ今のご時世な。うん、今の俺やったらこれ500円でも買うよ。何やねん今の俺。それぐらいパッと出せるよ。これ500円ですよってパッと出せるぐらいになったよ。どういうマウントの取り方、うん、いくらまで出せる。これ500円までって余裕で出せる。お前ほんま食べたかったろ。俺2300円。ほんまに食べたかったな。いくらそれほんまに食べて1億円って俺も8000円ぐらいで出せるよ、マジで。
俺それ俺は出さん俺も8000円まで出します。何って思う、ほんまに食べたい状態だ。いまだに200円でこれだけ買えんねんから、やっぱ駄菓子ってやっぱすごい文化、なんでね、皆さんちょっと今から遠足控えてるっていう方は小学校の女の子とか見てくれてると思うけどこれ参考にしてもらって、おっさんお話しか見てる懐かしいなとしか思う。これぐらい買えるからでも、みんなで集まってこれやんねん、ええんちゃう、200円泣いて、大人同士で、であれいいよね、うわさっきの、あこれ高いからこれ無理やんとかっていうのもいいよね、いい、なんか全部買われへん、1個で200円とか、そうそう、懐かしい、ちょっとね、いい思い出できたわ、ほんま、ゆうすけの駄菓子屋さんでした。登録者数が100万人いきますように、よし。